でかでかい 5L ごめん 5L って何？5リットルってこと？5リットルじゃないよ5リットルってこと？違う、わかんない。水分で換算すると5リットルってことは5キロ、うん、違うんじゃない？5キロ以上ある、うん、だからね、他のにゃんこと でかっ、でかい、ちょっと待って、そのやり方無理だと思う。横にしてゴロゴロゴロって転がした方がいいよ。ねえ、だからそっちだとあの、ちょっと待ってで、これさ、花火じゃないの、あの、一尺玉みたいなさ、まあ、どうすんねん、うわー、ね、これさ、この大きささ、どうやったら、お姉ちゃん、お姉ちゃん大丈夫？ねえ、何と比べたら、これ動画で分かってもらえるんだろう、皆さんに。猫5匹ぐらい持ってやったじゃない？重たすぎる。このさ、いや、じゃあ、やばっ、でっか、はい、こちゃんです。わかんない、これ大きさがわかんない、でかすぎて現実見ない。だから、もう白がさ、ビビっちゃって、ほら白、何あれって、ほら白ドキドキだね、うん、ほら、ずっとほらこの角度わかるここから見てるの、ほら、おうちゃん尻尾出そんでます。おうちゃんも何あれって、お母さんどうやって切ったらいいの？ちなみにね、いただいた桃も私が昨日こっそり一人で食べたらお父さんに見つかってしまいました。ついてシーロ、大丈夫だよ。キー君初体験です。あ、そっか、うん、じゃあ、いい？キーの十分、なんかでかさ伝わる、これこれさ、じゃあうん、まずは側面いくよ。お父さんが応援してくれるかっこきく。あ、でも、おお、おお、まずはね、まずはね、あ、なんかね、スイカのいい匂いがしてきた。もうね、いい匂いする、めちゃくちゃ。はい、楽しそうに、きくんは。おかみはもう全部入れてます。よいしょ。おー。おい。さあ。お皿のように積み飾っていきます。え、これどうすんの？どうすんの？どうすんの？全部輪切り。そう、今のところ。全部輪切りにすんの？輪切りにはしないよ。え、今あれになってる。太鼓の達人のなんとかだとんって言ってるやつ。取られてんの？自分じゃないから。いくよ。わ。じゃあ取り替えますか。取り替える、やばい。おお、足ピーンの状態で来た。気をつけてよ。無理しないで。無理しないでよ。危ないからね。うん。ちょっと持っといてあげて。おお。ミシミシミシ言ってます。すごいすごい。机が揺れ揺れ。あ、ダメだ。おっちゃん。こうちゃんの顔が見えない、見た、よし、うわー、すごい、すごい、美味しそうだね、これおいちゃんも、よいしょ、冷蔵庫に入んない、入らない冷蔵庫、じゃとりあえずさ、うわ、ベルベルベルって言った。でっ、まさにさ、あ、重い、でっ、こういうもんじゃないの、なんか、でっか、お、じゃあ、もう、ほら、見て、一旦食べよう、うん、塩欲しいな、塩、はぁ、
あ、やばい。激凛に触れ。何言ってんの。まずはこのまま食べるに決まってるでしょ。いや、そうだっけ。だからそれの上でってさ、それ食べて、食べてから塩もかけるって話。食べるぞ。あーん、どう。今年最初のスイカだ。今年最初のスイカだよ、これが。そうだっけ。すんごい。いただきます。うい、フォークしかなかった。まあフォークでもいいんじゃない、全然。お、いいね。うまい。おいしい。私も食べる。あ、重た。うん、うん、おいしい。ねえ、おいしいよね、うん、なんて贅沢な。さっき思った。嬉しい、幸せ。なんかもう、桃もいただいて、スイカもいただいてって。こんなありがたい話ないよね。うまちょぎ。ありがとうございます。本当に美味しくいただいてます。桃もスイカも。5リットルは5リットルなのかな。わからん。だってさ、タウ君が 4.5 キロなんだよ。なんか 5キロどころじゃない気がしたんだけど、うん、だからやっぱ5だから 5L なんだって。あ、 L サイズとかの話か。そうそうそう。あ、絶対私あれ動画にするから、お姉ちゃん突っ込まれるからよろしくね。とりあえず測ってみたら 1.6、 うん、 1,2,3,4,5,6,7,8 ぐらいだから。わお、それは重たいわな。うん、ありがとうございます。マシって言ってた。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてこうちゃんがなんだろうって思いながら、そしてあのシロくんはスイカを怖がって入ってきません。